50代前半の頃は、60歳になったら、ビーチで寝転ぶだろうと思っていたと思う。レッドブルレーシングの最高技術責任者エドリアン・ニューウェイは、集中できる F1 マシンがなければ退屈してしまうため、自分が F1 チームにとって役に立たなくなるまで仕事を続けるつもりだと明かした。ニューウェイは、ウィリアムズ、マクラーレン、レッドブルのためにチャンピオンシップを獲得した最高の車を製作したという、優れた実績を持ち、このスポーツがこれまで見てきた中で、 最も偉大なデザイナーの一人だ。彼の想像の最新の例は、ものすごい勢いで、F1 グリッドの前から、キエルマックス・フェルスタッペンの RB19、F1 カーです。64歳であるにもかかわらず、ニューウェイは、撤退を余儀なくされる状況が起こらない限り、F1 での活動を終えるには程遠いと明かした。自身の退職計画について、テレグラフ紙に語ったところ、彼は次のように説明した。50代前半の頃は、 60歳になったらビーチで寝転ぶだろうと思っていたと思う。しかし、現実には、私は退屈してしまうだろう。そうするのは分かっている。私はマリオ・アンドレッティを覚えている。彼が47歳で、まだ競争力があったときに、私がレースエンジニアリングをしたことだ。その後、彼はいくつかの事故を起こし始め、彼の競争力が低下しているのは明らかだった。数年後、私は、 彼に偶然会ったが、彼はこう言った。ほら、自分が以前ほど鋭敏ではないことは分かっている。でも、人々が元気である限り、私にドライブを与えるなんて愚かなことでも、楽しくなくなるまで運転し続けるよ。それは、物事の良い見方だと思う。自分自身がそう感じたり、他の人が、ほら、あなたの貢献はもう役に立たないと言ったら、それを受け入れなければならない。チームを失望させることは、絶対にしたくないからだ。 しかし、貢献できると感じている限りは、今も貢献できればいいのだが、ニューウェイが生み出したレッドブルは、今季、これまでのところ、20レース中19勝を挙げており、長年にわたる圧倒的な記録にもかかわらず、グリッド上のどの車両も傑作を追い越すことができていない。コメント、レッドブルレーシングの最高技術責任者エイドリアン・ニューウェイが引退について語ったものです。50代前半の頃は、 60歳になったら、ビーチで寝転ぶだろうと思っていた。しかし、今は、自分が F1 チームにとって役に立たなくなるまで仕事を続けるつもりだと明かした。マルコと一緒のようですね。